こんにちは、ねむりさくらです。今日はですね、何をやっていいかと言いますと、私は身体障害を持っているんですが、いざお出かけをするとき、家を出るぞってなったときに、お荷物を持って、バッテリーを持って、靴履いて、外に出て、電動車椅子に乗って、動き出すまでにかかる時間を実際にやりながら紹介したいと思います。皆さんはお家を出るときに、荷物の準備の時間を含めずに出発するまで、まあ5分はかからないと思うんですよ。ささーって流れ的には出れると思うんですが、まあ障害を持っている方だったりってなると、ささーっとはいけないわけですね。で、私の場合はやっぱり時間がかかるので、早め早めの行動を心がけたりとかしてるんですが、そこを今日は紹介していきたいと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。それでは早速スタート。はい、ということで早速やっていきたいと思います。では実際に私が家を出るまでの動作を行っていくんですが、まあ家を出るぞってなるときは、まあこうやって座っていたりとか、まあリビングで座っていたりとかすると思うんですけど、立ち上がるところから始めますね。で、こうやって立ち上がるじゃないですか。基本的にどこかに捕まらないと立つことができないので、まあ、こうやって立って、よっこいしょ、あー時間だーって言って、こうやってやって、まあ行かなきゃ行かなきゃって思って、ここに荷物が大体置いてあるので、荷物を持ちます。そして、ショルダーバッグがすごい楽ですね。リュックとか使うこともありますが、そして玄関に来ました。玄関に来ると、ここにバッテリーがあるので、ここに基本的にバッテリー置いていて、で、充電器につなぐときもここでつなぐんですけど、で、こう来ます。こうやって来て、靴を履くじゃないですか。靴を履きます。で、靴も立ってささっと履けるわけではないので、こうやって座って履きます。スニーカーは割と履きやすいかなと思います。ここら辺を持って立ち上がります。よいしょっと。ショルダーバッグ以外に持つものがあればこうやって持ちます。バッテリーを絶対に持ってかないといけないので、バッテリーを持ちます。これがすごい重いんですね。重いで、バッテリー持って杖ですね、杖をここで持ちます。でこう持ち替えて、今の季節だと雨が降ってるね、だから傘をこっちで持つかな。こういう感じで持って、そしてここでマスクをつけて、玄関はこういう感じで、こういう感じで出ます。そしてこんな感じで外に出てきたら鍵を閉めるじゃないですか。鍵を閉めるので、ここで一回荷物を地面に置きます。こうやってで、鍵をカバンから出して、こうやってカチャってやりますね。カチャってやって、で、またこうやってバッテリーを持って、車椅子、下にあるんですけど、車椅子のとこまで行きます。ちょっとね、2、3段ぐらい階段を降りて、階段の下のところに車椅子があります。こんな感じでカバーがかけてあって、ちょっとね、これボロボロなんだけど、今ね、買い替えて届くのを待ってる感じ。で、ここまでバッテリーとか、こういう荷物を、まずは持ってきます。よいしょ。杖を一回置いて、ここまでね、荷物とかを運んだら、この車椅子のカバーを外します。こういうのでね、持ってるので、
外してここにかけます。そして持ってきた傘とかをセットして、バッテリーをセットして、杖とかもここにセットして、ようやく車椅子に乗るという感じですね。5分はかからないと思うんですけど、まあ3分ぐらいはかかると思います。荷物が多い時はここを2往復したりとかして座る形ですね。そして雨とかが降ってるとやっぱびしょびしょになっちゃったりとかするかなと思います。レッツゴー。はい、戻ってまいりました。まあね、私はこんな感じで一連の動作を行ってお家を出ているかなというふうに思います。これは結構障害の重さだったり、お家の作りだったり、あとはバッテリーをどこで充電しているとか、こう荷物をどこに置いているとか、そういう環境によっても変わってくるかなと思います。こう自分がなるべくこうスムーズに動けるようにこう物を置いたりとか、こうお家の作りにしたりとかすると、割とこうスムーズにお家を出ることができるかなと思います。お家の中も車椅子に乗っている方もいらっしゃると思いますし、まあ、玄関に階段がなくてもう本当に玄関から車椅子に乗ってすぐ出れる方もいらっしゃると思いますし、これは本当こうそれぞれね違いがあると思うんですけど、私はこんな感じでお家を出ているかなと思います。まあ、それぞれのね生活や障害の重さに合った工夫の仕方っていうのを行って、まあ、なるべく生活しやすいようにこうスムーズに行動できるようにすると良いのかなというふうに思います。ということで、まあ、今日は私の、まあ、お家を出るまでの一連の動作や時間についてお話をしていきました。ちょっとでも良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。